そうでしょうとも。姫はあのジジイどものアイドルですからな。だが元老院など現実の力の前には無力。首を縦に振ることしかできません。あいにくですね。あなたの軍隊の力の元となる魔晶石、これはすべて王家と元老院の管轄下にあります。どうなさるおつもり、参謀長。ユークの魔晶石ですか。間もなくそれは不要になります。ユークの復活も大した問題ではない。姫様は心配に及びません。すべて私にお任せください。あなたに何ができるというの。私は参謀長ですから。よっ。お前ら、どこへ行くんだ。セルキーズギルドです。参謀長の命令で、ギルドの連中を引っ捕らえて浮遊監獄に送ります。浮遊監獄は重犯罪人の送られる場所じゃないか。バイガリの野郎、何をやらかしたんだ。重犯罪者をかくまった容疑です。とにかく全員を浮遊監獄に送れという命令です。取り調べは監獄内で行うらしいですよ。ジグランのやつ、何を考えてる。俺は参謀長に会ってくる。参謀長なら先に浮遊監獄へ向かわれました。あれ？ちょ。ライトもいつも違うから。
そーい、グラビティキック。Come on.